はい、こんにちは。今回はティックの話です。ティックの英単語の意味は時計などのカチカチという音、瞬間っていう意味みたいですね。チックタックのチックというと少し馴染みがある気がします。大きなノッポの古時計のチックタックってやつですかね。動画投稿サイトの TikTok もここから来てるんですかね。アンリアルエンジンの公式ではティックとは通常は1フレームに1回という一定間隔でコードまたはブループリントスクリプトをアクターやコンポーネントで実行することとあります。まあなんかマイフレーム処理することっていうことですよね。で、Unreal Engine 4の情報を探っていくと Tick は使うなというような言葉を見る機会があると思います。で、その辺の発言に関しては Unreal Engine 公式の YouTube の動画でもしばしば見る機会があります。で、この今並べた動画に関しては見てない場合は絶対に見た方がいいなっていう感じの動画です。忘れた頃に定期的に見直した方がいいかなっていうくらいです。ちょっと内容が初心者向けという感じじゃないかもしれないんですけど、なんとなく話を聞いといてもらうといいのかなっていうのと、ちょっと難しいなっていう場合は半年後くらいに見直してください。英語の動画なんですがキャプションスピーカーっていうのを使うと日本語で聞けるので、まあ、字幕読むのがしんどい人はこれを使ってください。で、この辺の動画を見ていると、Tick の代わりとしてタイマーやタイムライン、または必要な時にイベントや関数をその都度呼ぶようにしましょうという話をしています。どうしても Tick を使う必要がある場合は、インターバルを適切に設定して必要がある時だけ Tick をオンにしましょうという内容です。あと、Tick を使う必要がある場合は C++ で Tick の処理を組むべきという付け加えでした。この辺を踏まえると、ノードがちょっと膨れるけど、基本的にはタイマー使えってことなんだろうなと思いました。まあ、そういうところを確認するために、一応念のため、Tick とタイマーとタイムラインを使って、ポーンが前進するだけの処理をさせてみました。まあ、処理の組み方を変えて、まあ、複数のポーンを発生させて、処理負荷を確認してみたんですが、まあ、これを見ると数が少ない時も多い時も、まあ、Tick の CPU 負荷が他と同等というか処理落ちした時などはタイマーの方が負荷が高いような結果が出てきて、ちょっと予想と違う状態でした。まあ、予想だと Tick のインターバル0がドーンと高い数値になると思っていたんですが、並べてみるとなんか随分と穏やかでしたね。なんならなんかインターバル0が一番低いんじゃないかっていうくらい。この検証をするまではタイマーを使いましょうちゃんちゃんっていう感じで終わるつもりだったんですが、処理落ちした時にタイマーの方が状態が悪いのを目の当たりにすると、まあ、何も考えずにタイマーを使うっていうのが正解っていう感じではないかもなっていう感じになりました。で、結論としてはキャラクターの前進に関しては Tick を使ってもいいんじゃないかなというのが個人的な感想です。ですが世の中的には会社やチームの方針で Tick は絶対使わないっていう制約の中で作る場面もあると思うので、そういう場合はタイマーかタイムラインをうまく使って乗り切ることになるかなと思います。どういう状態だと Tick を使ってないと言えるかに関しては、プレイ中にアットマークを押してコマンドラインを出して、ダンプ Ticks と打つと、アウトプットログに Tick が潜んでいるオブジェクトと、そのオブジェクトの Tick がオンになっているかオフになっているかが羅列されます。何もない真っ黒な画面でも、デフォルトで走る Tick がいくつかあるみたいなので、このデフォルトの Tick 以外の項目をチェックします。まあ、Tick をオフにする方法なんですが、アクターを新規で作成した時に Tick が半透明になっていると思うんですが、まあ、この半透明の状態と Tick イベントがない状態は、ダンプ Ticks の表示的には、Enable とか Disable とかっていう前に Tick が存在しないという扱いになるようで、ダンプ Ticks の表示の中からは見えなくなります。前の動画でスタート with tick enable を切るべきという話をしたと思うんですが、あの話をした時はこのチェックを切らなければ tick が走ると思ってたんですが、 tick イベントのノードが存在していないか半透明であればいいということみたいです。このチェックを外すことに関しては、まあ、チェック外した方がいいとは思うんですけど、まあ、切らなきゃいけないっていうほど強い意味ではなかったみたいですね。で、この Tick が半透明じゃない状態は Tick がオンの状態で、何もつながっていなくてもマイフレームの処理が走ります。この半透明じゃない Tick イベントがある状態でチェックを外すと、まあ、何も処理が走りません。処理は走らないんですが、このダンプ Ticks の表示的には
ディセイブルっていう状態になります。 Tick を使う場合もオフの状態から始めて Tick イネーブルのチェックを入れたり外したりっていう形で特定のタイミングだけ Tick をオンにするっていう使い方が、まあ、正しい使い方なのかなっていう感じです。で、今確認したのがアクターティックっていうもので、アクターティックの他にコンポーネントティックというものがあって、プロジェクタイルムーブメントはコンポーネントティックっていう形でアクターティックとは別のティックを走らせる処理になります。まあ、ティック禁止みたいな現場でコンポーネントティックがどのくらい禁止になっているのかよくわからないので、もしこんなルールでやってるよっていうのがあったら教えてほしいです。キャラクタームーブメントもコンポーネントティックっていう扱いで、マイフレームなんか処理が走ってるみたいですね。ペーパーフリップブックも画像の切り替えっていう部分をマイフレーム処理をしてるみたいです。まあ、カメラの位置合わせに使っているこのスプリングアームもコンポーネントティックっていう扱いみたいですね。あとまあ、パーティクルもコンポーネントティックですね。ティックの代わりとしてタイムラインがおすすめに入っていましたが、タイムラインもコンポーネントティックということで、ティックかどうかといえばティックです。まあ、この辺の使い分け的なところでは、アクターティックをつけっぱなしにされるよりは、タイムラインの方が一時的に動かしてすぐ止めるっていう意識が強いノードだからっていう扱いで、こっちをおすすめしてるのかなっていう気がします。まあ、他にもコンポーネントの中にはティックが内部的に処理が走っているものがあるので、パフォーマンスが気になるときには確認してみるといいかなと思います。で、まあ、ティックを使いたくなる場面ってどんな場面なのかなっていうところで、まあ、まずプレイヤーの動きを制御したいときとか、カメラの挙動を制御したいとき、カメラの前で動くようなものとかはティックというかマイフレーム処理したくなるような気がします。まあ、そういう場面でどうしても使いたい場合は、プロの現場では C++ でティックの処理を書きましょうというのがベストな選択肢のようですが、あんまりパフォーマンスが問題になっていない場合は、まあ、必要だなっていう場所に関しては普通に使ってもいいのかなと思います。ただ 60fps のアクションゲームを作るような場合は、部分的にでも C++ で組む方法を学ぶべきだなと、さっき紹介した動画を見るとそういうふうに思うと思います。まあ、あとブループリントを一個一個確認していく中で、レベルブループリントだったりゲームモードだったりと、今のところ使ってないですけどコントローラーだったりってあたりも一応ティックのチェックを外すっていう癖をつけた方がいいかなという気がします。で、あとはウィジェットブループリント、これのチェックの部分はデザイナーからグラフに移動して、クラスのデフォルトで、ティックフレキエンシ、これをオートからネバーにすることでティックがオフになると思うんですが、ここの説明にアニメーションとかもろもろ動かなくなるからオートにしとけって書いてあるので、初心者はオートで使った方がいいような気がします。ちょっとこれに関してはあまりここをいじることによる問題点が把握できてないので、一応まあここに選択肢があるっていうことだけ伝えておこうと思います。で、あとは 2D の制作では触れてないスケルタルメッシュだったり、まあ、3D シーンにあるアトモスフィアホグみたいな部分がティックらしいですね。まだ触れていないものの中にもティックが潜んでいるので気をつけてみてください。ということで、この定義を前進させるのにティックを使っていいのかっていう問いに関しては、よく吟味した上でなら使ってもいいというのがこのシリーズ上での答えになります。で、まあ、使うのであればインターバルを 60fps の環境であれば 0.0167、 30fps の環境であれば 0.0333、 あまり重要じゃないものに関してはもっとインターバルを下げるということもあると思いますが、この前進っていう処理の場合はあまりインターバルが長いと前進をしなくなるので、インターバルの数値は調整が必要になると思います。FPS を固定する場合はインターバル0でもいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、一応 60fps の場合は 0.0167 って入れとく方が、なんとなく良さそうだなと思います。今日のおさらいとしては、Tick を使ってはいけないと言われたら、タイマーやタイムライン、もしくはまあイベント関数をつどつど呼ぶようにしましょうっていうのと、Tick を使う場合は C++ を使うことも検討しましょうっていうのと、 Tick インターバルの数値も、まあ、ちょうどいい値をつけましょうという感じですかね。どうですかね。こんな感じで納得できるですかね。まあ、こんな動画を作ってから言うのもなんですが、 Tick を使おうが使うまいが目的通りの動きをしていたら問題ないです。特にこのシリーズの対象にしているのは初心者なので、今回紹介した動画は見といた方がいいとは思うんですが、
見て理解できなかった場合は無理に理解しようとするよりは、まず思い通りに動くものが作れるっていう状態になってから最適化の方法を再度考える方がいいと思います。ということで今回はここまで。次回はシャープ4でやったハットのコインを取ってカウントアップみたいなやつを、この関数にバインドさせるっていう方法がパフォーマンス的にちょっと良くないらしいので、まあ、このバインドじゃない方法っていう形でやってみたいと思います。って感じで次回もよろしくお願いします。あと最近 2D ゲームを作る際の Tips をまとめてみたので、よかったら見てみてください。